はい、皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを、同世代応援 YouTuber かずみんです。昨日の動画を見ていただき、心配ね、いただいたり、コメントをいただいた方、本当にありがとうございました。というわけでね、今日ね、病院の方に、連れて行きました。まあ、一応、なんていうかな、触ってもらって、レントゲンなど取れてもらって、異常は、骨の方に異常はないっていうことで、で、まあ、うちもね、多頭飼いをしているので、他のね、猫ちゃんに、まあ、お尻とかおっぽのところを噛まれたんじゃないかなっていうような、まあ、喧嘩してたんじゃないかなっていうような、まあ、意見をいただいて、で痛み止めの、やっぱりちょっと痛がってたので、痛み止めの注射を打って帰ってきました。でお昼、またね、ちょっと写真付けさせていただくんですけど、お昼、朝はね、やっぱり昨日よりもちょっと上がるぐらいやったんですけど、でお昼に注射打って帰ってきて、お昼過ぎぐらいに尻尾がね、垂直というのかな、平行に、床より平行にね、上がってました。あ、よかったと思って、でもう子供らにもね、みんな LINE して、大丈夫やったみたいで、今ちょっとこんな写真やでっていう感じで送ったら、よかったよかったって言って、子供らにもよかったって言ってもらって、で今ね、この夕方現在、だいぶ尻尾の方が上の方に上がってくるようになってます。はい、なので、まあ、一応 2,3 日の様子を見てくださいということで、一応ね、痛み止めを打っているだけのことなので、まあ、そろそろね、やっぱり効きがね、もう鈍くなってきて、またね、朝になったらちょっとタラーンってなってたりとかしたら、やっぱりまた2日後ぐらいにはまた病院の方にね、連れて行って、もうちょっとね、検査をしてもらわなきゃならないなと思っております。一応今のところは、尻尾の位置も高くピーンと立てるようになりましたので、まあ、やっぱりね、ちょっと喧嘩して尻尾の方噛まれちゃったんかなっていうのもあります。そして今日はすごくいい天気でした。で夕方に少し、多肉の方を水やりをしたんですけれども、1個だけやっぱりじゅれてたのが、もうバラバラに崩れててじゅれてたのがあったので、本当は2週間ぐらいね、全然水やりをしてないんですよ。だから風通しが悪くって無理なのかなって思います。でそろそろやっぱり水やりをね、しなあかんのかなと思っても、やっぱりね、歯を思い出見てもちょっとね、もいでちょっとカットしなきゃならない、ちょっと緊急手術のやつがあったんですけど、途中までやっぱりね、葉っぱをもぎるんですけど、めちゃめちゃみずみずしいんで、水枯れはやっぱ起こしてないのかなと思います。水持ちのいい、まあちょっとだけね、水持ちのいい培養土で植えてますので、鹿沼土と混ぜて植えてるんで、まあ、どちらかと言うたら水持ちがよくって生き延びてるっていう感じなので、水はね、やっぱりシワシワになったものだけをよって、こういう風にトレーに入れて、水をやりました。はい、ということで、もうタニパトはね、もう大丈夫です。明日からまた、何かしらなけ、ないようであれば、タニパトとか、タニクごとの方を続けていきたいと思います。で、今日ね、この後につけるお写真は、まあ、猫のお写真と、あとトロピカルガーデンさんでのトレイのやつを、1トレイ分と大きい苗を、もう並べたというか、中苗ぐらいのやつはもう土の上に並べました。で大きいやつは、まあ、ポット植えしようかなと、大きいポット植えに鉢植えにしようかなと思っているので、ちょっと置いてやります。でかなりちっちゃい、もう1センチ前後ぐらいしかない苗は、またね、ちょっとなんていうの、入れ物がないので半分ぐらい、土の上に置いてるんですけど、置き場所とかもねありますので、このままね、そのままの状態で置いてあるのを写真を撮ってありますので、ちょっとつけて、後でねつけて、まあ、説明文みたいな感じ入れて、動画に編集させていただきます。ということで、また明日からも毎日投稿いたしますので、よろしくお願いします。チャンネル登録者の方がね、今月ちょっと
をたくさん目に登録をしていただけてて、で多分ねこれはラハイナガーデンさんがねラハイナチャンネルをまたね引き続き頑張ってくれてはって、まあ、共有させてもらったりしているおかげだと思っております。ラハイナチャンネル、私はチームラハイナで頑張らせていただいているので、ラハイナチャンネル、そして、湖の琵琶湖セラピスト湖の女神カズミンの両、チャンネル、チャンネル登録よかったらコメント、いいねよろしくお願いいたします。そしたら皆さん明日また会いましょうね。バイバーイ。